さらにまた重要な場面があったんですが、後半29分。ああ、今映りました。この場面ですね。松田、追加点となるシュートを決めました。そうなんですよね。いいところでパスカットしてチャンス作ってましたし、この辺も効いてますよ。